キャプテン・ビーフ・ハートは、1941年1月15日から2010年12月17日は、アメリカ合衆国のソングライター、シンガー、ミュージシャン、アーティスト、詩人、作曲家、プロデューサー、映画監督、画家。本名、ドンバン・ブリート。1960年代後半のアメリカ西海岸におけるサイケデリックミュージックシーンにおける最重要バンドの、 一つ、キャプテンビーフ・ハートヒズ・マジック・バンドの、ボーカルリーダーとして著名。1941年1月15日、アメリカ合衆国カリフォルニア州グレンデールで生まれた。幼少期より才能を発揮し、メディアに作品が取り上げられたこともあったという。フランク・ザッパとは転居先の高校で知り合って、意気投合した。互いの R&B のレコードを聴かせ合ったり、 低予算映画の制作を共に行うなど、進行を深める。キャプテンビーフハートというステージネームも、フランクザッパによる発案であった。1967年に、セーフアズミルクでアルバムデビューし、ハウリ・ウルフなどの影響下にある強烈なダミ声を持った、ブルースシンガーとして、頭角を表した。1968年にセカンドアルバム、 ストリクトリーパーソナルを発表。ブルージーな前作とは、対照的にサイケデリックなサウンドアレンジが施されているが、これは、当時のマネージャーである、ボブクラスナウの仕業であり、最終ミックスやリリースは、ビーフハート側に、無断で行われている。前作のごたごたから逃れるようにレーベルを移籍した、ビーフハートは、バンドのメンバーを一新し、自律的な作曲を行い、 レパートリーのリハーサルに明け暮れた。フランクザッパの設立したストレートレーベルより発表された1969年のトラウトマスクレプリカはブルースを基本としつつフリージャーズ、民族音楽のポリリズム、現代音楽の不協和音などの要素をふんだんに盛り込んだ問題作であり、当時の音楽シーンに衝撃を与えた。1970年代のパンク。 ポストパンク、ニューウェーブにも大きな影響を与えた。その信仰から雑多との関連を語られることが多いが、実際の音楽的な思考は別のものである。1982年以後は、音楽界から退き、絵画の世界で活動した。2010年12月17日、多発性硬化症とそれに伴う合併症により、 アメリカ合衆国カリフォルニア州アルカータの病院で死去69歳没ありがとうございます。